おい、女、どこ見てるんだ。こっちだ、机の上。ああ、俺の名前は、おい、つまみあげるんじゃない。やめろ、早く下ろせ。スイッチ、そんなのあるわけな。落ちていった。悲しいほど青い空の上、光あふれる雲の頂から、そう、俺は落ちていったんだ。神様の怒りに触れて天国から追い落とされたんだ。今更言っても手遅れですが、あなたのようなそそっかしい人にかかとの高い靴はおすすめできません。何にもない道で転ぶような平行感覚の持ち主が、さらに安定性のない靴を履けば、ますます危険性が増すだけです。あなたの場合、もっと生活そのものを見直さないと。あ、言われてみれば。ああ、ごめん。またどんよりしちゃったね。考えれば考えるほど、深みにはまるっていうか、全然前に進めなくて。ん？これが噂の。すごい混雑だな。さすが、奥の鐘が動くだけのことはある。何？ワクワクなど、していない。君がぜひと言うから、付き合ってやっただけだ。私は別に興味など。だが、未知の世界に連れてきてくれたことは感謝する。ああ、いい匂い。あ、でもまだちょっと髪の毛湿ってるな。あ、まあこのくらいならすぐ乾くか。姫はふわふわで柔らかくて、ぬいぐるみさんみたいだね。お風呂、さっぱりしたかい？あれ、あの、どちらにお電話されようとしているのですか？え？消費者センター？あ、ちょっとお待ちください。入浴剤に変なものが入っていたから、警察にも。待ってください！私は幻覚ではありません！怪しいものでもありません！あと、あの、変な人でもありません！俺の名前は、そう。お前が手に入れた、放送打席。ソーダライト、と言った方がわかりやすいのか。その石に住む精霊だ。そうだな。石の化身。と捉えてもらっても構わない。あ、龍馬、やっぱりいましたよ、竹地先生。いつも聞いてる話じゃないか。それに先生の言うことは一つも間違ってない。そうだよね、伊蔵くん。草加くん、君は僕らを突き飛ばしてまで桂さんの手を握りたかったのか。松陰先生、どちらに。さて、桂さんも元気を取り戻したところで、僕はそろそろ帰るとします。お腹減った。牛肉。お腹減った。お腹減った。部屋のお菓子は全部食べちゃった。キッチンのお菓子はさっちゃんが。さっちゃんの選ぶお菓子はみんな美味しいよ。わかった。頑張って鍵を開けて食べる。さっちゃんが食べちゃダメって言ってたから食べてない。そう返されると思いました。僕と真逆の道を行きますからね。あなたは金にも権力にも揺るがない。仲間を守ることばかりを考えている。あなたは本当に強く気高い女性ですよ。このメス猫が！
まあいいでしょう。今日のところは許してあげますよ。僕と会ったことは内緒ですからね。誰にも言ってはいけませんよ。言ったらどうなるか分かりますね。そうなんです。緊張して。はい。この度は元帥閣下へのご着任お喜び申し上げます。ご挨拶に伺いました。俺はクリス・シモン・アークランド少尉にございます。軍全体のことに関しては陣区じゃなかった陣中佐からその聞いていらっしゃるかと思いますが、何かご質問などあれば僭越ながら俺がお答えします。うん、とりあえずさあ、雨、さっきから君が室内をずぶ濡れで歩き上がりまして、カーペットも何もかも濡れちゃったんだけど、どう落とし前つけやがるのかな。ああ、また僕の美しさが一つ罪を犯してしまったのだね。黙れ、乾燥機にお前ごとぶち込むぞ。ごめんなさい。